花燃えゆ、48、富岡製糸場の危機、2015年11月29日、日、20時分、三輪、井上真央、と火事と、大沢隆夫、は、女子教育の振興に向け二人三脚で取り組んでいた、お互いを意識し始めた二人に、富岡製糸場が閉鎖されるという衝撃の知らせが、番組内容、三輪、井上真央、は、生糸産業に携わる女たちのために学びの場を作り、そこはかつての松下村塾のような活気を見せていた。一方、火事と、大沢隆夫、も女子教育、の振興に力を入れ、女学校を設立するなど、三輪と火事とは二人三脚で取り組みを進めていた。しかし、亡き妻、ことぶきの遺言で三輪との再婚を勧められていた火事とは、三輪との二人暮らしに戸惑いも感じ、そんな中、富岡製糸場が閉鎖されるという衝撃の知らせが入り、出演者、井上真央、大沢隆夫、原田康造、ゆか、久保田美学まれ、段文、田中玲奈、大東俊介、相島和幸、小上博之、堀井新太、宮地雅子、新井すみれ、住田隆、石原良純、飯田はじめ優、大八木、江森徹、三田恵子ほか。